クズノハ駅は、大阪府平方市クズハ花園町にある、京阪電気鉄道京阪本線の駅。京阪では、大阪府最北端の駅であり、隣接する京都府や渡市民の利用者も多い。2003年以降、特急停車駅となり、現在は、快速特急、楽々以外の全種別が停車する。駅番号は、KH24。1960年代までは、 京阪本線で利用客数最小の小さな駅だったが、京阪電鉄がニュータウンを造成、駅の東側が大発展して大きな駅になった。1980年2月20日夜、平方市駅と御殿山駅の間の通称、磯島曲線で発生した京阪、電車を消し出す線事故では、復旧に翌21日の午後までかかり、御殿山駅、 牧野駅ともに折り返し設備がないため復旧するまで三条駅、当駅間で折り返し運転。特急は21日始発より運休した。運休中は、平方市駅と当駅の間で、バスによる振り替輸送が実施された。退避設備を備えた、島式2面4線のホームを持つ、高架駅。改札、コンコースは1階、ホームは2階にある。改札口は一箇所あり。 淀川の反対側に駅舎入り口がある。外側2線が主本線、内側2線が対比線であり、いずれのホームも8両編成の停車可能。3番線は大阪方からも進入可能。折り返し列車用の引き上線もある。2019年度のある特定日における1日、乗降人員は6402人である。 近年の特定日における1日条項、乗車人員は下表の通りである。かつては田畑で囲まれた閑散とした駅であったが、京阪が長年にわたって大規模住宅地、葛葉モール、高層マンションなどの開発を行った結果、百貨店や各企業、マンション、大学などが立地した。周辺部も男山団地をはじめとする住宅地が建設された。 クズの廃棄の1日あたり、乗降客数は1961年に2560人で、あったのが1972年に22000人、1977年に46000人にまで増加し、1983年11月には63400人に達した。京阪は中期経営計画アタック2011においても、中野島、京都地域とともに、 クズはを最重点エリアに位置づけている。なお、本駅の表記はクズの葉だが、駅所在地の住所表記はクズ葉と異なっている。これは、クズ葉村と船橋村が合併して、クズの葉村が成立した経緯に由来しており、駅名に採用されたクズの葉は開業当時の自治体名、住所表記はクズ葉村、平方町、平方市時代を通じて、クズ葉である。 近年は、クズワと、ひらがなで表記されるケースが増えている。クズワモールあたり駅を発着するバスにおいては、2006年4月に、京阪バスに合併された旧京阪宇治交通が、クズワ、従来からの京阪バスは、クズの廃棄を採用していたが、2002年3月9日の、平方営業所のダイヤ改正より一部系統を除き、京阪バスも、京阪クズワと表示されるようになった。 その後2007年11月10日の京阪バス、男山、田辺営業所の白紙改正により、全系統が京阪クズワと表示されるようになったが、2018年よりクズノハ駅に戻した。ただし、京阪バスでは、正式手流除名をクズノハ駅とし、旧京阪宇治交通ではクズワを正式名称としていた。全路線京阪バスが運行する。 ありがとうございます。